冗談じゃないぞ、いい加減にしろから。え、妹にまた私のこと知らないのかよ。お名前お伺いしていい？間違ったらね、あれだから恥ずかしいと思いなさい。私のことを知らないの。いつこう、あんなとまず所属を聞こうか。高尾警察。所属は生活安全課です。生活安全、お名前は神田さん、あなたは大島さん。で、私のことは何年前からか知ってる。20年前からあります。ここ通ったことないの？ここまで見なかった。で、私がここに立ってるの見たことはない。私がここに立ってるの見たことがない。何年前にここに来たの、あなた。何年前にここに来たの。2年前ぐらい。2年間ここにいて、ここの前通ったことがない。私が見たことがない。タイミングが合わなかった。恥ずかしいね。2年間もタイミングが合わなかった。よく合わなかったね。そんで、なんだっけ、話をまとめてください。学校さんが、生徒さんや、一緒に引率してる先生に声かけられるのは困るっていう。こっちからかけたことがない。こっちから、今日はかけた。今日は、先生が、昨日答えて、9月2日にね、小学2年生の子供に注意しました。なんで注意したら、私にちょっかい出してきたからね。なんでこんなこと言っていいの？こうやって言ってくるからさ、ちょっと待てと、君たちは私が大人だからね、そんな相手が嫌がるようなことをやっても何もされないと思って言ってるだろうと。だから自分は安全だと思って人が嫌がることをやるということは、あなたたちは学校でいじめやってないか、いじめやってる、いじめ見たことがないかって聞いたのね。見たことない、嘘を言うな。小学1年生のいじめが一番多いんだよ。いじめを見たらどうするんだ。ごめんの、もうその頃ね、だからな、泣くんじゃないって、いじめ見たらどうするんだ。ごめんなさいって言う、ごめんなさいじゃない、やめなさいって言うんだよ。そう言って帰らせました。それが天文です。それで今先生が通ったからね、昨日も面接したから、子供たちにどういう話があったか聞こうと思って、止めよう、今日止めました。最初さ、もう無視して生きようとする、生きすぎるんだよ。だから子供たちが嫌な目にあったんだら、あなたは一体子供たちに何したんですかって先生確かめなきゃいけないでしょ。それもしないで行き過ぎて、ちょっと待て。そしたらさ、勤務中ですから、勤務中でも私は子供のいじめに関することをあなたと話し合いんだから待てと。それでやっと話を進めて、なんであなた今日子供についてったの、あそこに怖いおじさんがいるからついてきてと言われたんじゃないのって言った。そしたら、いや、スピーカーの音が大きくて怖いからね、ついてきてと。嘘を言うなと。じゃあ私が怖いから子供についてきたと言われたんじゃないねって。そしたら、そこの時点で初めてね、どんな注意したんですかって聞き始めたな。それで私が説明しようとしたら、あとはもう校長に報告できますって逃げちゃった。この話を聞いて、あなたたちどう思う？俺が悪いか、先生が悪いか。そういう先生というのは、ちゃんと現場で子供のいじめを止めることできないよ。そう思わない？何が本当か確かめない？自分が安全ならいい。そう思わない？で、私はどんな悪いことした？私からさ、何もしない子供たちに、ちょっと待て、お前らとか言って、やる、絶対しやしないよ。昨日は大学生ぐらいの4人でこうやってさ、私の看板見て、ヘラ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 って言われたから、ちょっと待て、お前ら、俺に笑ったのか、そう言ったら、明らかに看板見て、ヘラヘラヘラって笑うからさ、俺に言ったのか、俺に言ったけどね。で、まだ行くからさ、俺に言ったのかどうなんだ、無視すんなよって言ったけどね。小学生じゃだけじゃないよ。本当にここでさ、私に対してすごいなと思ってするやつは、とがめる。それは私の権利だと。それをやらないと、そういう連中は他の場所で同じことをやる。他の人ももっと弱いやつ。だから彼らが私に対してちょっかい出すのは、私は一人で反撃してこないだろうと分かってるから。田中さんとしては自分にちょっかいを吹かなければ何もする気はないってことですよね。何もする気はないじゃないし。しないってことですね。力は手出さないよ。そういう絡むこともしないと。当たり前だ。なんで歩いても絡んでたから聞いないよ。なんて絡む、ね、絡みようがないじゃん。こっちからこっちはアピール行動してんだよ。私の看板も見たことない。看板見たことあるでしょ、ね、警察をさ、正義の誇りある警察にしようじゃないか、ね、もう冤罪なんかほっとかないで自分たちの親父が悪いことしたらそれを極める。俺たちは警察官なんだ、子供たちの憧れになるぞ、そういう警察でありたいと思ってほしいよ。あんた剣道柔道柔道柔道、あんたはわかりました。とりあえずどっちなんだよ。
届けて権利確認して人間会って言ってる、うん、それはいいです。今話した趣旨が違ってきますから、先生にちょっと確認して状況、私たちもわからないから、お互いの話を聞かないと真実がわからないじゃないですか。しかしさ、今言ったことは真実だよ。分かりました、聞きます。はい、でさ、2年間もあなた何年間も83年、ね、4年かな。剣道何だったっけ。剣道2段いいじゃないですか。もうそれは今本題とは関係ないですから。なんでさ、そうやってさ、普段はさ、世間話したがるのに、私は田中さんと別にするそのために来たわけじゃないから。あなただけじゃない、あなただけ。どういうことがあったのか事実を確認しないと私たちも学校に言えないってさ。だから私が付き合ってる人たちの中にはあなたたちの先輩がいっぱいいるよって話、ね、ちなみに私はもう72歳だけど、今度4段の商談試験受けに行きますから。剣道武道館の剣道 ね、ちゃんと先輩たちを尊敬しなさいよ。立派な人いっぱいいるよ。新井さんとか知ってる？知らないか。新井さん、7段。内田さんなんて知らない。7段知らないか。みんな私の友達だからさ。だから警察官はもっと正義感を持って、ね、弱い者の立場に立って。声は抑えてください。声は大きい方がいいんだよ。びっくりしちゃう。みんなにも聞こえさせてるために言ってんだよ。小学生になるとやっぱびっくりしちゃうよ。1年生の子供たちに対してこんな出方しないよ。だから、私が大きい声を出すのは、昨日の大学生の4人組とか警察官とか強い人、弱い人には優しいよ。弱い人には優しいよ。だから誰かさ、あのおじさんに何もしないのに嫌なことをされたら聞いてみな。あのおじさんはとてもいいこと、私にこう対処するって何人もいる。勉強してください。